マドラ様、お久しゅうございます。ゲンジさん、本当にお久しぶりっす。お元気そうですね。おかげさまで健やかに過ごさせていただいております。バトラ様こそご立派になられました。親方様の若き日に少し似てこられましたが。俺がじい様にってことは、さぞやじい様は若い頃モテたろうな。ここからはシャノンに代わって私がご案内申し上げます。どうぞこちらへ。ああ、悪い。なあ、ジェシカ。あんな絵、前はあったっけ？ああ、そっか。バトラが来てた頃には、あれはかけられてなかったっけ？いつからだったかな。確か、僕の記憶が正しければ、一昨年あたりだったと思うよ。さようでございます。一昨年の4月に親方様がかねてより画家に命じて描かせていたものをあそこに展示なされたのでございます。あのじい様がね、わざわざ描かせて。で、誰だい？このご婦人はよ。マリア知ってる。ベアトリーチェ。ベア、なんだって？ベアトリーチェ、魔女だよ。バトラ君は昔聞かされたことない？魔女？って、この島の？
なるほどな。しかし、あの魔女伝説の魔女に、ベアトリーチェなんておしゃれな名前がついてたとは、とんと忘れてたぜ、じいさまめ。孫たちが信じないもんだから、わざわざ絵に描きやがったか？じいさまの妄想の中の魔女だよ。この絵を掲げた頃から、現実と幻想の区別がつかなくなり始めた。私たちにとっては想像の中の魔女に過ぎないけど、じいさまにとっては、彼女はこの島にいる存在、いる。だから、それを理解することができない私たちにもわかるよう、あの絵を描かせたって言うんだけど。気持ち悪いったらありゃしないぜ。お嬢様、親方様にとっては大切な肖像画です。親方様の前で、そのようにおっしゃられることがございませんよう、固くお願い申し上げます。わかってるぜ。頼まれても言わねえよ。行こうよ。食堂にみんなを待たせてるよ。うん、お腹すいた。お子様方をお連れいたしました。失礼いたします。遅えぞガキども、早く席に着けよ。
お久しぶりですね、バトラ君。ずいぶん背が伸びましたね。ああ、はい。食ったり食べたり食事したりしてたら、いつの間にかこんな身長に。さすが男の子ね。身長はいくつくらいあるの？180かな。つうかおばさん、そこは食べてばっかりじゃねえかって突っ込んでくださいよ。え？ああごめんなさいね。遅えな、じい様。俺の記憶じゃ時間に厳格な人だったと思うんだけどな。まあ6年前はそうだったかもな。最近はそうでもねえよ。というかもう自分の世界オンリーって感じで、会食にも顔を出さねえぜ。さすがに今日くらいは足並みを揃えてくれるって思ってたんだけどな。まあ私は来ない方が気楽で嬉しいけどよ。ジェシカ、やかましい！その音を止めぬか、愚か者！叩けば扉は開かれると誰が教えた？そのバカ者は貼り付けにしたぞ。お前もそうされたいのか？お父さん、年に一度の親族会議の日ではありませんか。皆下に集まっています。どうかおいでください。私にかなうでない。皆とは何か、私をここから引きずり出そうとする者どもなのか。ならば殺してしまい、バラバラにして薪にして魔女の炉にくべてしまい、その炉には鍋をかけて苦い重荷を煮るがいい。黙示録の煮汁は
それでも私をここから連れ出そうとするバカ者どもに飲ませてやれ。残りは酒につけるのだ。ああ、源氏はどこだ。源氏を呼べ。苦害の魔種を用意させろ。緑の妖精のささやきが届かぬ。ああ、源氏はどこだ。源氏を呼べ。すっかり嫌われてしまったようだ。もう私の声では何も届かんよ。金蔵さん、あんたの顔を見に息子や娘や孫たちが来てるんじゃないか。ちょっと顔を見せてやったらどうだね。うるさい、黙れ。私に意見するというか何じゃ。貴様など呼んではおらぬ。私は源氏を呼べと言ったのだ。さあ急ぎ、すぐに呼べ。時間は常に有限だ。人たちはすでにラッパを構えているぞ。なぜにそれがわからぬか、愚かな羊どもめ。なぜだ。なぜにいつも私には邪魔が入るのか。全てを捨てよう。全てを捧げよう。その見返りに私は一つしか求めないというのに。ああ、ベアトリーチェ、お前の微笑みをもう一度見られるならば、私は世界中から美少を奪い取り、全てをお前に捧げよう。おお、イナゴの軍団長たちよ、世界中から美少を刈り取り収穫せ。全てが汚らわしい。全てが煩わしい。なぜこの貴重な一日に私は邪魔を受けねばならぬのか。源氏を呼べ。何を怒鳴ってるのかもさっぱりだな。もう頭がどうにかなっているのだろう。クラウスさん、実のお父さんに、そりゃあんまりじゃないかね。親父はすでに死んでいる。ここにいるのは親父だった者の幻さ。いずれにせよ、本人にここを出る意思がない以上どうにもならんね。金蔵さん、私は下に戻る。ゴーダの自慢のランチをこれ以上無駄に冷ましてしまうことはない。親類たちにとって当家での数少ない楽しみだろうからな。源氏さん、親父殿がお呼びだ。相手を頼む。かしこまりました。南條先生、食事に行きましょう。いつまでもここにいると、この甘い匂いで味覚までおかしくなってしまう。すまんが、源氏さん、頼みます。はい、お任せください。お酒はなるべく与えないように。あれは常習性が強すぎる。
源氏はまだか。何者が源氏を阻んでいるというのか。源氏はどこだ。源氏を呼べ。さあここはお任せください。すみませんな。親方様、源氏でございます。源氏か。何故私をこれほどに待たすのか。そこには誰もおるまいな。はい、私だけでございます。源氏、いつものやつを頼む。私は忙しい。はい。どうぞ、親方様。ああ、すまん。